はい、皆さんこんにちは。全盲のバイオリニスト、そして YouTuber のアナちゃんこと穴澤雄介です。本日は木曜日、なるほど音楽の時間です。今日はバイオリンのコード奏法動画としまして、いよいよマイナーセブンスコードというのに入りたいと思います。さて、前回セブンスコードっていうことで、ドミナントセブンですね、はい、お届けしていきましたが、今日からマイナーセブンいうコードになります。まあ、ここにまず楽譜がございますので、カメラさん楽譜をアップにしてみてください。上のマイナーセブンスコード書いてあるところですね、はい。今のうちに、ね、これをスクリーンショットしてもいいですし、楽譜に書き写すでもいいですし、はい、していただければと思いますね。まあ、私はバイオリンやってないですという方もね、これでコードを覚えられますので、ぜひぜひ、写してコード勉強してみてください。はい。で、このマイナーセブンスコードっていうこの一覧なんですけど、この和音、これ通りにバイオリンでは鳴らせません。それは調弦の関係とかですね、指の関係とかいろいろあって鳴らせませんので、分散和音の形でね、弾いていきますよ。まずドミフラット、ソシフラットね、これが C マイナーセブンと呼びます。これでね、C マイナーセブンというコードになるんですけれども、 C に小文字の M に7ね、これね、前回も言いましたけれども、C マイナーセブンはドミフラットソシフラット、 C シャープマイナーセブンはドシャープミソシャープ C って一個一個全部覚えててもいいんですけど、理論的にね、覚えましょう。マイナーセブンスコードというのは、まあ、まずマイナーコードですよね。ドミフラットソはこれは、ドからね、ドが C の音になりますよね。ドから単三度上のミフラット、そしてそこから調3度上のソというのを積み上げたのが C マイナーですね。で、そのソからまた単3度上がった C フラット。ね。単3度、調3度、単3度で積み上げた和音がマイナーセブン。マイナーセブンスコードになります。で、この C フラットっていうのはだから、ね、ドから数えて、まあ単7度になるわけですね。単三度、長三度、単三度、ね、これが C マイナーセブン。じゃあ次いきます。 C シャープマイナーセブン、ドシャープミーソシャープ C ね。これバイオリン弾ける方はですね、この私が弾いてるみたいに分散和音でとかでね、これ弾くだけでも結構練習になります。コードも覚えられるし、これ結構音程練習にもなるし、これだけでも結構ジャズとかだったらフレーズになりますからね。ぜひこれ私と一緒に弾きながら覚えてくださいね。はい。で、D マイナーセブンですね。次はね、レファラドね、そして次が E フラットマイナーセブン。ミフラット、ソフラット、シフラット、レフラット、E フラットマイナーセブン、そして E マイナーセブン、ミソシレね、ね、そして次が、ファ、F マイナーセブンですね。ファラフラットドミフラットね、そして次が、F シャープマイナーセブン、ファシャープラドシャープミー、ね、
そして、G マイナー7、ソーシフラットレファ、ね。そして、次が G シャープマイナー7、ソシャープ C、レシャープファシャープ、ね。そして次が、Am7、ラドミソですね。そして、B フラットマイナー7、C フラット、レフラット、ファーラフラット。ね、次が B マイナー7、C、レ、ファシャープ、ラ。ね、そして、まあ、C マイナー7に、ドミフラット、ソーシフラット。C マイナス分に戻るという、これがセブンスコードの一覧です、ね、さっきも言いましたけど、こうやって分散和音の形で弾くだけでも、フレーズに結構使えますからね。とかね、あとこれ、例えば、そうだな、2つ重ねたりとか ね、レファラドレフラドとかね、ね、とかね、いろいろアドリブのフレーズなんかにも使えますので、ぜひこの分散和音でね、練習するのもすごく勉強になりますので、やってみてください。そしたらカメラさん、今度この下の A という楽譜をね、拡大してみてください。ここでまたスクリーンショットとか楽譜書き写しとかしてみてくださいね。A パターン書いてみました。まあ6個しか書いてないんですけれどもね、4本の弦を使って、このマイナーセブンスコードを全部の音を、まあね、鳴らす形のパターンということで書いてみました。じゃあそろそろいいですかね。はい、じゃあ今度は私の指ができるだけ見えるように映してもらえるとありがたいです。まずは G マイナー7ということで、ソーレシフラとファ、ソーとレは、これ開放弦ですね、3弦4弦。シフラとファはこれ1の指で2本押さえるというパターンなんですけどね。でまあこれ4本の弦は、なかなかちょっとこの弓を使って弾くアルコの奏法ではかなりばらけちゃいますのでね、まあピッチ感覚がおすすめですね。これね、まああとはこうソロで、こういうのガッと弾くこともありますけどね。それから、次がこれもね、あんまりこう実用的ではないんですけど一応書きました。G シャープマイナー7の、4本使うパターン、1の指でハーフポジションですね、2本押さえます、3弦と4弦、ソとソシャープレシャープ、そしてシとファーシャープを2の指で押さえる。かなり押さえにくいですねこれ ね。で次 A マイナー7、これは半を上げてラとミを1の指で押さえて3弦4弦ですね。そしてドとソを、2弦1弦を2の指で押さえる、ね、こういうパターンですね。でこれこのままどんどん半を上げていけば、全部弾けなくはないんですよ、理論的には。理屈的にはそうなんですけど、これかなりこの2本2本1の指と2の指で2本2本押さえてポジションが上がってくると、なおさら結構これ綺麗に出にくくなっていきますから、まあ実質使えるのはこの辺までかなと思ってここまでしか書いてませんね。理屈で言えばもっともっと半音ずつ上げていけば全部鳴らせることにはなります。はい、でもこの中だと、まあこの G シャープマイナー、 G シャープマイナー7ももうほとんど使えませんよね。まあ、G マイナー7と A マイナー7はギリギリ使えるかも、ね、ね、こんな感じでね。はい、さあ
ということで、このパターンで半音上がっていくのはここまでにしてて、次はですね、Cm7 を、4本で出してみようということで、予弦は開放ですね。そしてミフラットを、3弦1の指で押さえて、ドを2の指で2弦押さえて、シフラットを1弦押さえる、ね、4の指ですね。こういう感じですね。はい。そして次は、Em7 を押さえてみましょうということで、同じく4弦は開放、3弦を1の指、ミですね。で、レを、2弦3の指、そしてシを、1弦4の指。ね、あんまりこれ、ボイシングがいい。のコードじゃないですけど ね、はい、で次は Am7 を、4本使って鳴らしましょうということで、予弦がラの1の指、3弦3の指でソ、2弦2の指で、ド、1弦が開放ですね。これは非常に響きもいいですね。というこの6つを挙げてみましたが、前回のセブンスコードの時にもお話しした通り、4本弦使うというのは あまり実用的ではない、ね、アルコ使うともう思い切りばらけるし、ということで3本の弦を使って弾くマイナーセブンスコードというもっと実用的なパターンを今度 B パターン C パターンということで次回お届けしたいと思います。だいぶ内容がバイオリン結構マニアックな中級者上級者向けになってきております。ちょっと見て面白いと感じる方も限られてくるかもしれませんけれども、面白いです。ぜひやってくださいという人がいる限りは続けていこうかなと思ってますので、参考になりますとか勉強になりますとか面白いですとかぜひコメントくださいね。ね、反応がないとやめますからいやそれはそうですよ。やっぱりね、見てくれる人いないのに、続けてっても寂しいので、はい、ぜひぜひ、はい、いいねボタンとか、コメントとかぜひください。それでは、次回マイナーセブンスコード続きをお届けしたいと思います。アナちゃんでした。